確認しました。敵重要目標を確認しました。Welcome to Gundam Online。どうも、シルです。出撃する機体を選んでください。遠方サイドでございます。エクストラガチャイベントの関係でやっております。まあ、ちょっとジムコマンドモルモットが欲しいなと。ただエクストラまで行くかなとは思ってるんですけど、行かないんじゃないかなという気はし、エクストラって何かっていうと100枚ですね。100枚取ると了解したよ。エクストラ設計図になるんですけれども、まあそこまでジオンは行くでしょうけど、こっちはどうだろうなっていう、そういう意味で期間が短いんですよね。攻撃開始、敵を近づけるな。意外と行かないですね。拠点を占領したよ。意外とあっさり制圧できます。なので GLA です。まあ往年の名機です。兵器の用意が完了した。一般急げ。ま、あんたも運が悪かった。往年の名機というやつですな。指示が届きました。ものすごかったからね、当時は。何をやっても食らうという、この、持っているヘビーライフルがものすごく強かったんです。即着弾みたいな感じ。まあだからガーベラのみたいなのを感じるわけですよ。着弾がすげえ早かったんです。しかも射程長くて。見たら死ぬみたいな。もこっちは憲法しかなかったね。今 VG ゲルググの飛んできた。よし、我ながらいい腕。おすごいね。おいし。とにかく攻撃を続けるしかないわ。したのだ。移動なんですよね。私にも手伝わせてください。当たってないぜ。敵本拠点に接近した。攻撃する。まさかこういう結末になるとはね。とにかく移動、だからひたすら移動を心がけてたんですね。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。まあだから即着弾の弾速もねだいぶ遅くなったんで、昔に比べるとビームヘビーライフルはっていう感じですね。昔はすごかったんです。今はおとなしくなったもんです。ガン逃げ。調子抜けだね。大丈夫だ。ただですね、リロード超長いからないと。価値はありませんでした。メインに。うわやべえ。イエーイ、ビンゴ。少し調子に乗らせてもらうよ。とにかく攻撃を続けるしかないわ。私も上には上がってない。2機目ですね。あれをじゃあ、同じ人を、同じガーベラを2機連続で倒すと、もうかなり
チェックメイトになるんですね。まあ、4機いますけど、4機の人結構いますけど、もうするとかなり引き気味になるから、もともと引き気味なところよりさらに引き気味になるからね。もう前線ラインを押し込むと楽勝になるわけですよ。本当に。超ジャンプ、できんだぜ。今度はこっちの番だからね。高いですね。もう仕方ないわな。何ですか、ダウン判定。26機。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。もう少し楽しませろ。これでお別れだね。これじゃ素人同然じゃないか。まだよ、ここからが伝説の始まりよ。ここうろちょろしてたら分かんないからね。いや、スナイパーが通ってるわけですよ。拠点を占領しました。指揮官から指示が届きました。手を貸していただけませんか。手伝わせてください。援護する仲間がいないとこうなるのさ。行け。今度はこっちの番だからね。でも通ら。調子抜けだね。これじゃ素人同然じゃないか。敵はまだ動きに慣れていないので、こっちの番だからね。はしぶくちった。軌道範囲から退避してください。やらかした。敵軍戦力ゲージが残り6つ。あのね、最初水辺行こうとしてたんですよ、このマップでね。だけどね、水上機体いないから、せめてね、水ガンとかね。水ガン艇ですな。美しいものにはとげありと申しますか。お気をつけください。私にも手伝わせ。ここもう完全に取られるんですよね、毎回。そう、自分が。そうすると B とか水辺に行くしかない。私にも手伝わせてください。まあライン戦できないですかね。おお、やられた。残念。つないでる FS か。いや S 型、 S 型です。え、いや S 型ショットガン持ってるし。出撃する地点を選んでください。あれがゲラート。いや、ゲラートあんないるじゃない。見とけよかった。ん、 S 型。うわ、マジか。誰か修理頼めないか。あ、出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。指揮官から指示が届きました。微妙に動きながら、これでも距離を加速稼ぐ。撃って撃って撃ちまくる。敵軍戦力ゲージが。あれで微妙に、ね、移動距離を稼いだわけです。そんな稼げないけど、ゼロよりはいいかなみたいな。私は割と中距離キャラなんで、ここちょっと向いてないって向いてないですけど、使いたいから使いたい。こちらに犠牲を出すわけにはいかんのでな。
せてください。わーす、危ねえ、やばーいって感じですね。再び挑んでくるがいい。いけるかちょっと勘弁。出撃する地点を選んでください。勘弁してください。出撃する地点を選んでください。ちょっとね、だからね、中距離でミサイルで出るか、ショットガンでやるかの2択なんですけど、まあ、ビームシューターなんで、ビームの距離で戦いたいよねっていうのが1択。何を仕掛けてくるかわからん。ややこしくてすまん。同格なんだ。拠点を制圧したぞ。回収しなきゃ意味ないわ。これも歩いてることになるはず。え、ならないのか。ならないのか。どなたか修理していただけませんでしょうか。あれはもう僕に落ちるしかない。うわ、マジっすか。さようなら。敵戦力の分析は必須ですよ。バイバーイって言うんです。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。いやー、いい機体ですよ、こいつは。その間を使うには結局ね、バズカー F 型になりました。いや、マズラをやってたんですけど、どうせね、シングル引っ張って。結果としてね、バックアップ。ここは何としてでも落とす。戦いのイロハをご存じないよ。残念。手伝わせてください。全力で止めてきませんね。出撃する機体を選んだ。出撃する終了じゃね、壊れたよ。敵軍戦力ゲージが残り 10% を切りました、ね、攻撃を続けるしかないわ。ありがとうございます。戦力兵器が破壊されました。調子抜けだね。これじゃ素人と同然じゃないか。やりました。我が軍の勝利です。まあ、ガーベラ肩ですよ。何度も言いますけど、肩寄りすぎです。相性悪いんですからね、ガーベラはね、ライン戦にも。と思います。まあ、ケンプは内緒は、まあ、私はコーゲルでいいんじゃないかなって。スティルもあるしね。思います。個人の評価を報告します。いや、あれでもいいんですけど、ちょっと瞬間火力に落ちるのか、あ、まあ GP0 って最高なんですけど、まあおデブちゃんですけど、 GP0 って最高です。はい、そんな感じでした。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。 GLA ね、ちょっと、まあ、格闘持たせてもいいんですけどね、近距離で戦うような動きも早いからね。だけど、まあビームシューターがちょっと逆に足かせになってるから。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。